おはようございます。 NBA インターナショナルのインターン中住友です。今回の話はインドネシアの伝統ゲームです。昔から子供は携帯電話のゲームじゃなくて道具なしだ、それとも少ない目の道具で遊ぶことはできます。その伝統ゲームは国によって違ったり同じものもあります。それではインドネシアの伝統ゲームを紹介したいと思います。一番目はパタクンプ。これはかくれんぼと同じです。ほとんど日本のかくれんぼと同じですが、ルールが少し違います。日本のかくれんぼの場合、鬼になった子はもういいかいと言って、隠れてる子たちはもういいよと言ったらゲームを開始します。しかしインドネシアの場合は決まったの何秒決まって、その時間を数えてゲームを開始します。例えば20秒で1から20秒数えて、この子たちをその間に隠れます。20になったらゲームを開始します。でもう一つの違った点は、日本の場合はみんなを捕まったらゲーム終了。しかしインドネシアのかくれんぼなら、その鬼が探す間に隠れた人は最初に数えるところに戻ったら、もちろん見つからないままに戻ったケース、その時に大声叫んで、そこでゲームをするよ、次のラウンドに入ります。2番目を紹介したいのゲームはカレーリングです。これはビー玉を使って遊ぶゲームです。今日のゲームは男性に人気です。必要な道具はもちろんビー玉、それと木の枝。遊び方は、最初は円を作って、先の木の枝で作って、その中にビー玉も入れます。そのビー玉の数はみんなは同じです。例えば5人の子があったら、そして決まったビー玉は3つなら、ジーンは3つを入れます。全部入れた後、みんなは外から順番に自分のビー玉で、その真ん中のビー玉を指で打てます。その真ん中のビー玉に当たったら、そして円から出たら、そのビー玉をゲットできます。円の中のビー玉がなくなるまでゲームは続きます。3番目紹介したいのはロンパッタリ。意味はロップ飛び。このゲームはジャンプでロップを越えるゲームです。必要な道具はゴム板から作ったロップです。このロップは自作。みんないつも使ってるゴムバンドで、それを全部たくさん盗んで、それでロップできた。遊び方は2人がロボを持って、残りの人を順番にジャンプします。人数が少ないの場合、ロップが木に盗んで、そしてみんなはそのロープをジャンプします。
最初は低いの高さからプレイが順をセクしたら調整してもっと高くして次のローに入ってみんなもう一度ジャンプします。ジャンプ失敗条件は6を超えないジャンプです。そして失敗したらその子はゲームから負けます。最後の子を残るまでゲームを続けます。最後の一人は勝ちます。最後を紹介したいのゲームはウラナガパンジャン、意味は長いヘビドラゴン。このゲームは人数が少ないと遊べないゲームです。まずはじゃんけんで2人のゲットキーパーを決めます。そのゲットキーパーは2人が手を挟んでこの風にターナルを作ります。他の子たちはそのターナルに最初は電車みたいに並んでそのタルに越えます。そしてその間にゲットキーパーたちは歌います。歌いが終わったら手を下ろして、そして捕まった子は負けます。以上インドネシアの伝統ゲームです。興味を持ったら登録ボタンをクリックしてといいねボタンをクリックしてください。次は以上です。ありがとうございます。失礼します。